モにてバストアップサロンをしております。残念おっぱいをナイスおっぱいに変える美胸セラピストのコキヤです。こちらの美胸チャンネルでは A からヒップアップまでにバストアップした自身の体験と1万5000人以上の施術実績をもとに正しいバストアップ情報をお届けしております。今回は1日1分行うだけでお椀型にバストアップするタオルで行う育乳ストレッチをお伝えしていきます。これは一瞬で上向きバストにしていきますので、こんな感じのタオルをご用意ください。ちょっと長めのハンドタオルでもいいですし、あとバスタオルを使っていただいても OK です。猫背の状態や前肩の姿勢でいるとバスト上部のそげができたり下垂の原因になってしまったり、あとはデコルテの骨っぽさっていうのを作り上げてしまいます。姿勢が悪いとご自覚のある方は是非この動画をご覧になって一緒にやってみてください。この動画を最後までご覧いただくことで猫背の原因になっている前鋸筋という筋肉があるんですけれども、それとあと前肩の原因になっている大胸筋ですね。よく皆さん鍛えると思うんですけれども、バストアップでそこが凝り固まってしまうとこういう姿勢になってしまいますので、それをこのストレッチで緩めていきます。姿勢が整うことでバストが育ちやすい体の土台を作ってくれますし、血行も良くなってバストにしっかりと栄養が届くようになりますので、バストアップ効果が非常に高まります。なので張り切ってやっていきましょう。はい、では早速やっていきたいと思うんですけれども、正しい姿勢で行っていないとね、そもそものこの猫背の状態でやっていても意味がないので、正しい姿勢をチェックしていきます。壁にちょっと背をつけていただいて、この時壁につくのがかかと、ふくらはぎ、お尻、肩、肩甲骨ですね、あと頭がつく状態、これが正しい姿勢になってきます。もっと細かい状態もあるんですけれども、それは別の動画をちょっと参考になさってください。ひとまずはこんな感じで正しい姿勢になったのをちょっとインプットしたままね、一歩前に出ていただいて、多分これだけでもちょっときついですよね。この状態を意識しながらやっていきます。タオルの両端を持っていただいてよろしいでしょうか。はい、バッチリですね。この状態で腕を伸ばします。足はだいたい肩幅ぐらい、そうですね、開いていただいて、この状態でセットしていきます。これで肘を曲げないで腕をそのまま後ろ側にゆっくり持ってきます。そうですそうですそうです。きついですねきついですね。悲鳴が聞こえますねさらに下がらなさそうですか。これ以上もちょっと一回戻しましょうか。もう相当猫背と肩こり強い方なので、もう今のが限界でしたね。でこういう場合はちょっと幅を広くした方がいいんですよ。なのでこの幅でちょっと足りなかったことですね。そんな時はこうバスタオルを使っていただいて大丈夫です。でご自身がこう後ろまで持っていける最小の長さでやるのがポイントなので、これの好きなところをつかみ放題なので掴んでいただいて、きっとさっきの幅よりかは広めですよね。はい、さっきよりいてますね頑張れ頑張れ。後ろまで下ろします。そう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 です。どうですか息止めないようにしてくださいね。はい、もう一回戻します。でこの時に辛いとちょっと肩が上がってるの分かります。肩で逃げちゃってるんですよ。大胸筋とあと前鋸筋ってここにある筋肉が、こわばりが強いと、続けていただいて大丈夫ですからね。強い状態だと肩でこう逃げたり、あとは肘を曲げちゃったりっていう風にするので、それがないようにこうね行くようにしていただきたいので、もしそれがしんどかったらもうちょっと幅を広げていただいても大丈夫です。で OK です。じゃあ1分間すごい嫌な顔してますけどねやっていきましょうかね。1分間やっていきます。ちょっとタイマー測ってやっていきますよ。よーいスタート。呼吸は止めないようにゆっくりいきます。正しい姿勢を意識しながら、そうですそうです、やっていきましょう眉間にシワが寄ってますねゆっくりゆっくり胸の筋肉とあと胸の横の筋肉が緩まっていくのを感じながら、心地いい痛みですね。はい、笑顔はい、視線を意識しながら、あと残り15秒です。効いてますね。肩や肘を曲げてしまったりして力が逃げないように1分間繰り返していきます。お、3秒残り2、1、お、終了です。どうでしたでしょうか。でもちょっと終わった後軽く感じるかもしれない、ね、お、軽く感じるようになったということなんですけど、結構肩こりですとか、あとは前肩、猫背がすごい強い方でいらっしゃるので、この1分を初めのうちは通常だったら、普通の方だったら1日1回でいいんですけど、2回3回やっていただいて全然大丈夫です。この動画のおさらいです。前肩と猫背の原因である前鋸筋と、あと大胸筋をタオルを使って緩めていきます。タオルの両端を持っていただいて肘を伸ばしていきます。この状態で頭上に持っていき、後ろに腕を下ろします。この時に辛いからといってこういう風に肘が曲がったり、あとは肩が上がった状態にならないように、ピンといけるこのタオルの幅にしていただく。辛かったらどんどんこれを広げていっていただいて、このタオルで足りない方はさっきみたいにバスタオルでやっていただくようにして、徐々に慣れてきてこのタオルの幅を縮められるようにしてください。毎日1分お風呂上がりにしていただくのがおすすめです。パソコンの作業とか、あとはスマホですね、そういった作業がやはり皆さん多いと思いますので、そういう方はちょっとした休憩時間の合間に1分と言わずとも30秒でもいいのでやるようになさってみてください。悪い姿勢の癖がつかないように、このタオルを使ったおっぱい整体でこまめにリセットをかけてあげてください。以上、美胸セラピストコキアが A から F カップまでのバストアップ成功体験と15,000人以上の施術実績をもとに、1日1分でお椀型にバストアップするタオルを使った育乳ストレッチについてお伝えいたしました。今日の動画が参考になったよという方は高評価ボタンを押してから、今日の動画の感想もコメント欄にぜひぜひ書いてください。こちらのチャンネルではバストアップに役立つ情報を配信しています。バストアップを確実に成功させたいという方はチャンネル登録とベルアイコンのタップをお願いいたします。また YouTube では話せないようなより詳しいバストアップ情報は無料メルマガにてお伝えしております。数量限定でふっくらバストになると好評のバストアップ美容液も無料でプレゼントしていますので、こちらの動画を見終わったらすぐに説明欄のリンクを開いてホームページにアクセスしてください。そちらにあります無料メルマガの登録フォームに入力をしていただいて、ぜひぜひプレゼントもゲットしてください。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱい、バイバーイ。